さよなら絶望先生は、久米た工二による日本のブラックコメディ漫画作品。週刊少年マガジンにて、2005年22.23、合併号から2012年28号まで連載。全301話。通称、絶望先生。単行本は、全30週。301話目をもって終了する旨は、事前に、マガジン本誌で予告された。 2007年度講談社漫画賞少年部門受賞。2007年にアニメ化され、平成20年度文化庁、メディア芸術祭アニメーション、部門審査委員会推薦作品となっている。2011年4月時点で、累計発行部数は500万部を突破している。始まりの季節、春。希望に胸を膨らませた、何事もポジティブにしか取れない少女、風浦か不幸は、 桜の木で首をくくる、何事もネガティブにしか取れない男、糸色餅と出会う。出会ってはいけない二人。実は、餅は下賀講の高校の新しい担任の先生だった。餅が受け持つにのえ組は、餅や下賀講に負けず劣らず癖の強い問題な生徒ばかり。レトロ調の世界の中、些細なことで絶望した。と嘆く餅とえ組の生徒たちが、日々騒動を巻き起こす。 ほぼ1は完結式。特定のキーワードや事柄に焦点を当て、時事ネタ、あるあるネタ、自虐ネタ、メタギャグなどを展開する。伏せ字や羅列も多用し、わかる人にはわかる小ネタやパロディを盛り込む。そのため1コマあたりの情報量が非常に多くなっており、隅々まで読まないと発見できないようなネタも多い。純粋なギャグ漫画というよりは、ストーリーギャグシュルレアリスム。 学園コメディの形式を取ったアイロニカルなコラムといえる。本作の構想は前作、勝手に改造連載中の2003年頃からあった。風刺や自虐を中心とする作風は改造から続く、もので、主人公の口癖、絶望した。桃とは、前作のメインヒロインナトリワビのセリフである。ズガンボン、ドヨンド、ニョンタカ、ブンバブンバ、メルメル、ブルンタッタなど、 独特の音湯の多様、ページ四段ぶち抜き画法、キャラクター特性なども前作から続くものである。前作に比べると下ネタは抑え気味であるが、北朝鮮などの成人ネタは自粛していない。そして個性の強い女子生徒キャラクターが増えて、萌え漫画の要素が強まっている。本作独自の特徴は、現代社会と近代文学風のレトロ調が混在する作品世界である。 昭和の言語が続く現代日本という設定で、背景描写や文化描写はもちろん、主人公の設定に、太宰治の影響が見られたり、サブタイトルがおおむね近現代文学作品の題名や一節のパロディだったり、タイトルなどで昭和モダンカラが多用されたりするほか、主な舞台も東京府の小石川区となっている。朝日新聞や週刊文春、 sp.a. 読売新聞などで作風が紹介されたことがある。また菊池里氏の著書、自分騙しの心理学で本作が取り上げられている。大阪の毎日放送で放送されている、赤カシア三馬司会の番組、通会。赤カシ電子台のクイズコーナーにて、糸色持ちが主人公の漫画のタイトル、さよなら先生、〇〇には何が入るという問題が出されたことがある。 しかしテロップに誤って、意図しき望みと間違った振り仮名を表示していた。このことはさよなら絶望放送で話題となった。マガジンドラゴン総刊号に、本作の番外編、夜間清飛行が掲載された。また、第2号では表紙を飾り、番外編、楽天大賞が掲載された。日本国外への展開としては、現在台湾、韓国、 アメリカ・フランスで講談社の許諾のもと翻訳出版されている。台湾では東立出版社が反対アザ中国語版を持ち先生のタイトルで24巻まで刊行。また新少年解放史上で2008年1号から連載中である。韓国では鶴ン文化社が韓国語版をのタイトルで22巻まで刊行。アメリカではデルレイブックスが英語版を さよなら、絶望先生のタイトルで一巻まで刊行。フランスではピカエディションがフランス語版を、さよならムッシュ・デイシス・ポワーのタイトルで一巻まで刊行。日本版とはカバーが和紙笛でなかったり、本のサイズが変わっていたりするほか、日本独特の事物やネタについての注釈がつく。非公式ではあるが、タイでもビブークリ社によってタイ語版が出版されている模様である。 主人公の糸色持ちは、マガジンでの、さよなら絶望先生の連載前に、久米田の代弁者として、安彦義和の王道の犬の白戦車版の帯に、絶望したというフレーズと共に登場している。2011年には、久米田の画業20周年を記念して、ライバル誌である、週刊少年サンデーで特別読み切りとして、掲載された。 本誌2011年34号に掲載された第268話、ペイの拡充については、ドラえもん第13巻収録の、お金のいらない世界とそのままネタが被ってしまった。本誌掲載後に、小学館、ドラえもんルームに問い合わせをし、著作権者の藤子プロから単行本に載せても、構わないと了解を得ているが、作者の決断により、 単行本には載せないことにしたため結番扱いとなっている。カバー表面には和紙風の加工が施され、週ごとに地の色と模様が異なる。表表紙は第16週までは糸、色持ち、第17週以降は、ヘグミ女子生徒のそれぞれ全身絵で、裏表紙は和装の登場キャラクターの絵。想定担当者は、廃部の久持聖と土橋聖子。なお、 雑誌掲載時と単行本掲載時に差異があり、コマ、背景、時事ネタ、語色などの修正や過失のほか以下の違いがある。単行本において本編以外のコンテンツが充実しているのは本作の特徴の一つである。アニメでもこれらのコンテンツをもとに制作された企画は多い。その他、端末には各週ごとに独自の企画やおまけが用意されている。 ありがとうございます。